ボックスでのベースとなる 50-50 の解説をします。まずこんな格好でごめんなさい、暑いんです。まあ 50-50 単純にこのまままっすぐピュンって、あぶね、全然滑んないけど、まあまっすぐ乗る。で、この時に意識してほしいことは、乗った時にまずこうやって腰が折れて頭が下がったり反れたりしないように、しっかりとボードの上に乗っておくってことと、ボックスの上で絶対にエッジを立てない。エッジを立てるとスルンって逆です。ボックスの上は今ちょっと熱で滑んなくなってくれたけど、本来はみんなが入ってたらスンっていっちゃうんで、しっかりと足の裏、足の面で捉える。まあそれだけっすね。まあ普通に言ったら直下ってんのと一緒。ボックスの上は、ボックスの上で一応掴むんじゃなくて、ボックスの上はもうとにかく直下でみたいで、足元見る、足元見たら頭が落ちる、先を見る、それだけっす。簡単なんで、やったことない人もぜひチャレンジしてみてください。